ハロー。今回はメルカリの天才錬金術師スレを紹介するよ。メルカリさん、謎の商品が爆売れしてしまう。どうすんのこれ。思考盗聴電磁波攻撃集団ストーカー防止リング。これがエルデンリングですか。エルデンリングが砕けたってそういう。よく地面に落ちてるやつやん。ただのワッシャーやんけ。これで売れるってすごない？原価何円よ。ビバホームで1個10円で売ってるぞ。ワッシャーなんてどこでも売っとるやろ。電磁波攻撃集団ストーカー思考盗聴 5G 防止リング。なんや集団ストーカーって。100個入りで500円とかだろこれって。錬金術やん。ええ商売思いついたな。入れ物を指輪ケースとかにしたらもっと高く売れそう。電磁波攻撃対策思考盗聴防止に。アルミホイルの方が効果あるぞにわか。それは標準装備なんやないのか。職場でワッシャー大量に手に入るけどこれはチャンスか。ワイも適当なリング売るか。うんこの。勝手に広めんなや、ワイの貴重な小遣い稼ぎやぞ。この商品はお値下げ可能ですか？お値下げしていただいた上で購入すると、効果が減少しますか？要するに、お値上げすると効果が増大するのでしょうか？コメントありがとうございます。今の額からお値段を変更しても効果に違いはございません。高ければ高いほど効果あると思ってる客を言うのに値上げしない無能やんけ。出品者良心的で草。出品者ビビってて草。どうワッシャーにしてサビを効果の証拠って言った方が信じそう。賢い。クロームメッキとステンで効果が違うのですか？正常な方はちょっと。試しに調べたらタグやばくて草。目が痛い。やばいのはお前の文字サイズだよ。おっちゃにゃん。じじいだよ。電磁波遮断率 99.9% らしい。ダビンチもなく。スマホの電波はどうなるんや。スマホの電波？電磁波の話をしてるんだが、こういう人向けの商品やぞ。電波がきぜいってスマホ使ってもええんか。このシールを貼れば OK や。バカ発見商品やん。しかし用説明文それっぽく書けるよな。詐欺師じゃん。文うまくて草。これは極悪人が書いてるわ。効果があるとされる、危険にさらされているかは定かではありません。妨害するとのことです。強い効果を得ることが期待されています。効果のあるものだそうです。効果の確証を謳わない完璧な文章。効果があるとは絶対に言い切らない鋼の意志。解放の輪は草。新型に草。むしろ締め付けるは矢のみな。もうボルトナットもつけろよ。模造品が出回ってますわ草。ワッシャー2枚で2300円で売れてて草。同一商品で値段変えて出品して一番安いやつをお得に見せてて草。やべえな、こんなん錬金術じゃん。こんな詐欺アプリが合法っておかしいよこの国は。メルカリ、手数料うめえ。普通置くだけでスピーカーの音の位相を良くして空間エネルギーを整えるひふみジェネレーターの方を買うよな。これはパワーありますね。ただのバナナ置きにしか見えないんやがワイが異常なんか。メルカリでただの石が売れまくる。わろた。ちょっと俺も売ってくる。石は持ち帰ってはいけないとあれほど。拾った石って呪われるんじゃなかったっけ。他人から買えば買った石だぞ。石ころを金に換えるなんてまさに錬金術師だな。マジで意味がわからないんだけど。なんで新型肺炎に花崗岩が効くってデマが流行ってるってニュースで見た。転売屋同士が落札してあたかも売れてるように見せてるだけ。メルカリ民、2020年の空気を売ったろ。売れてて草。せめて瓶に詰めてくれ。その袋で縛っただけだと当たり前のように密閉できてないだろ。コロナ収束後にこいつをばらまくんすね。この保管状態じゃコロナは長期間生存できない。2020年の空気ということが証明ができればあるいは。証明なくても売れてるからセーフ。かわいこちゃんのおならとか袋に詰めたら売れそうな流れやな。女子幼稚園児の半径10センチ以内の空気なら。普通女子小学生だよね。おまわりさんこっちです。メルカリ史上最強の錬金術師降臨。手書きのお札が数千数万円で何百枚も売れまくってる。落書きで草。小学生の落書きみたいな言うで草。せめてうまかったら雰囲気出るのに。売るのは勝手だけど買うやつがいるのは信じられんな。こんなもん買うやつが悪いやん。糖質ビジネスはうまくやれば小遣い稼ぎにはなるぞ。ワイもリサイクルショップで700円で買った招き猫みたいなやつ1万近くになったことある。主婦が手作りブレスレットとか内職系でメルカリで稼いでるのもあるやん。これも内職やろ。元でゼロで効果には個人差あるから儲かるな。月数万は稼げそう。
ヤフオクはここまでじゃなかったと思うが、なんでメルカリはこんな外事が当たり前におるんや。メルカリ民、ホームセンターの金具で荒稼ぐ。ラットミュージシャン好きに、ラットミュージシャン生徒は言ってない。特に何の嘘もついてないなこれ。類似品が出回ってるでくさ。誰でも作れるやろ。幼児山本と関係ないやろ。虚偽なんちゃうか。風だから。幼児山本の商品とは一言も言ってないからそこまで問題ないで。そういうファッションが好きな人にって意味であってブランドは関係ないから。ただの作業用のベルトもあってくさ。これ100均でもいけそうやな。年末までにめちゃくちゃ稼ぐわ、3月。そもそも100均やと思う、軽い金具とか。ガチャベルトも100均で売ってる。チェーンベルトでくさ。まあデザインとして成立してるなら正当な技術用、取引なんちゃうか。まあでも関係ないブランド羅列で検索妨害は相当悪質や批判対象やで。ギリセーフ。文句つける方が無能。意味わからんわ。なんでこんなの売れるんだ。こういうのに目をつけられるのって天才やわ。詳細あるな。買う方も大概やろ。バカ相手の商売って基本こんなもんやろ。バカと地方一人暮らし老人相手の金儲けは熱すぎるな。でもこいつ400以上こんなもの売ってるっぽいで。と田舎でも金物屋くらいあるやろに、そんなバカいっぱいおるんか。メルカリなんかガキと女の巣やからバカばっかりやで。正直者がバカを見るよなメルカリって。真面目にどめぐら出品してもこういうゴミに埋もれるし。真面目にやりたいならヤフオクの方がええ。メルカリは落札者の外事率がやばい。民度でヤフオクが評価される日が来ようとは思わなんだ。ワイが女児用のパンツ1日履いて売ってもええんか。そういうやつ増えすぎたから最近は買う方も匂いで見抜くようになってる。なんやそれ草。麻薬犬みたいやな。買ってからじゃ遅いんだよな。500円で即決。それはないですね。元値は2800って書きましたよ。2000円でどうでしょうか。売る気ないみたいですね。元値が2800円。だから、あなたの汚いゴミみたいな手垢がついたことも込みで考えて、500円くらいかなと思い提案したのですが、500円なら買ってやるよ。そうですか、ありがとうございます。これやり返しとるんか？リアルタイムやで。このスレで触発されて挑発するコメントしたら相手も乗ってきたわわら。パッと見たけどこれも100均やな。大量に仕入れたらボロそう。送料手数料込みだから一つ当たり儲け50円くらいちゃうんか？100均はそんな儲からんやろ。この手のはファッション系が儲かるのは常識やで。実際ファッション界なんて程度は違えどこれと同じことしてるだけやからな。メルカリ民、ついにどんぐりを売り始める。誰が買うんだ。リスじゃね。小学生の子供がいる親、学校の授業図工で持ってきてくださいとかそういうのある。松ぼっくりも売れるぞ。マジレスするとクリスマスリースや正月飾り用に結構売れる。家財屋や通販では10月初めからで始める。松ぼっくりは桃太郎でも売ってます。見てみたらどんぐりアート用だって。かわいいね。毛糸でどんぐりの周りを編んだりしてるのか。なんかの援護じゃね。勘のいいガキは嫌いだよ。もう1桁高かったら薬でもつけて売ってんのかと疑うところだが。姉ちゃん、メルカリでどんぐり売ってお金持ちになるの？ちな給料はどんぐり3つや。なんだっけそれ。何かで見た記憶あるんだが。汚いガムテープ、3500円。売り切れました。汚いガムテープ、高いよね。売れててくさ。なぜ売れてる？全部売れててくさ。捨て垢作ってワイもやろうかな。今回はメルカリ謎商品スレを紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。